おかえりなさーい。怖い。なんて鋭い眼光。それでいただいたお金なんですが、やっぱりお返ししたくて。桜井くん、なんか私の方をじっと見て、私の胸。いいな猫。そんな堂々と一点を見つめて、まさかこの子、会ったばかりの私の体を触りたいんすか先輩。花、そのうち向こうから触らせてくれるかもしれないっすよ。そんなことないわよ。ノーチャンスよ。なんてこと言うの、母親の目の前で。バイトしている花の様子を見に来たんだけど、けれど桜井くんもいるとは思わなかった。コーヒー豆ですか。ああ、やっぱコーヒー豆はきちんと熟成させないとな。花、お母さんそろそろ帰るから。うんうん、先輩もやっぱ熟した大人の方がいいすか。熟した大人、まあそうだな、俺は好きだな、そっちの方が。あんまりやりすぎると眠れなくなるくらい興奮するし。興奮。でもそのうちじっくりと味わってみるか。はぁ、通すね先輩。バカ、やめろ。やっぱり